中井ゆりです。新井ひみです。山部美優です。東京女子流です。この動画では結成10年目になる東京女子流がさらなる成長と新たなファンの方を獲得するためにさまざまな企画に挑戦していきます。皆さん、なんと YouTube 10回目突入しました。やっぱもう皆さんからもういろんなコメントをいただいてるんですよ、ね。うん、まあ面白いっていうのはもちろんだし、こんな女子流ちゃんの顔初めて見たみたいなコメントとかも、うん、それがすごい嬉しくてね、うん、本当にありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、皆さんはもうすごい毎回楽しみにしていただいてる YouTube なので、はい、今回はみんなで企画をプレゼンしていきたいと思います。おちょっとやっぱそれぞれがどういうことやりたいかっていうのをちょっと今日は聞きたいし、うん、そうで相当あそれいいねってなったら多分即採用になるんですよ。だからちょっと今日はみんなのいいなと思った企画をプレゼンしてください。はいはい、はい。はい、私2つあるんですけど、うん、いいね。はい、まず1つ目が目隠しダンスっていうのをやってみたくて、位置はちゃんと覚えてスタートするんだけど、そっから目隠しされて1曲分踊るから、うん、もうなんかだんだんめちゃくちゃになってきて、こうぶつかり合うしとか、位置が分かんなくて、そう、ずっと後ろ向きで踊ってる人とかもいるの。私それ見るのがすごい好きで、だから女子流でもやりたいと思ってたの。目隠しなんかされちゃったらもうやっぱ感覚で動くしかないじゃん。そうだね、うん、なんか絵的に、ね、はもう相当面白いことになると、うん、なんかそれにプラスで、うん、こうそれぞれもう音を聞こえなくしちゃって、うん、ヘッドホンとかつけてね、うんうん、でも視覚も聴覚もない状態で、いや1個じゃないと無理だと思うよ。レベル1レベル2みたいな感じで、あ2段階あれば、そう女子流って意外と自分たちで自分たちのさハードル上げてくよね。なんか追い込んじゃう、ね、でもなんか見てる人に楽しんでみてもらいたい。そうだね、うん、体は張りましょう。あと一つはあのただのドッキリじゃなくて、うん、ドッキリって分かっていながらかかるドッキリ。えそれは新しい。例えば私がこう前見たのは、うんうん、もうこのカレーうどんを食べたら上から何かが落ちてくるっていうのが分かるんだけど食べなきゃいけないの、うん、で食べてあれあれなんもないじゃんみたいな、うん、で思ったらちょっと安心した時にボッと落ちてきてカレーが全部バッてかかるみたいな。あなるほどね。なんか分かっていながらやらなきゃいけないみたいな、あドッキリとかをやってみたいなっていう。確かに、まあ、普通のドッキリじゃなくてその分かった上でドッキリをかけられる。そう新しいね。だから逆にちょっとリアクションも求められるとか。ああ、みゆはなんかそうプロ意識が高いとめちゃめちゃ言いますね。めっちゃいい、めっちゃいいと思います。みゆの2つのとても良かった。私はなんか、うん、あの年末年始とかになってくるとさ、今年の一文字はなんだみたいな、うんうんあるね、そういうのあるじゃないですか。それを、うん、女子流では今年の4文字4文字今年何があったかみたいな、うんうん、のをこの一文字で表すんだけど、うん、それを当ててもらう、うん、あいろんな理由があるだから、うんうん、1文字なんだけど4つあるの。去年もう終わっちゃうから、うん、もう年明けちゃったんですよね。去年の一文字ってことでやればいいってこと。そう去年の一文字あでも未来系でもいいよ。未来系でもいいけどそのなんていうのかな、今年の1文字は何だと思うみたいな、うん、自分の中で、うん、いやそれは面白くないか。去年がいいね。去年ですよ。十分面白いことになってるよ今、うん、瞳がメンバーそれぞれが何を考えてるか、どれを思い浮かべたか当てるゲーム、そういう系のゲームはやっぱ面白いんですよね。うん、で外すと気まずいっていう。やっぱこう10年一緒にいるので、それもまたちょっと追い込みが入ってるから、すごいストイックでね。ちょっと難しいのが結構ね今続いてますけどもね。メイはどうだろう、はい、ほんわか系とか来るのか。ほんわか系
ちょっと何個かあるんですけど、いいね、まず一つ目は、うん、こうやってさ、YouTube 始めさせていただいたわけなんですけども、うんうん、はい、まださ、こう一人ずつ自己紹介ってちゃんとしてないじゃん。うんうん、あ、そうだね。だから、まあ普通にね、自己紹介するだけじゃ、まあやっぱ面白くないと思うので、うんうんうん、まあ事前に質問、まあ何個か、こう準備をしておいて、うん、で、その中で一人ずつ、例えば、まあ、メンバーが 1,2,3,4 だから、うん、4秒以内にその場で答えていく。あー、あー、いいね。焦る焦る。そう。それをなんか質問数いっぱいやったりとかして、改めて皆さんにこうメンバー一人一人のことも知ってもらえたらいいなみたいな感じ。やっぱ自己紹介っていうのはちゃんとしとかなきゃいけないから、うん、人に自分をこう自己 PR するときに大切なことだから。うん、あと頭の回転もさ、すごいですね。頭の回転まだ早くしてくれるっていう企画を考えた。やっぱ鍛えていかなきゃいけないんで。ノートレーニングみたいな。すごい。あとは、うん、ちょっと別の配信をやってる時に、うん、こうちょっとファンの皆さんと、こう話してて、うん、YouTube こんなのやったら楽しそうだよね、みたいな話をした時に出たのが、うん、二人羽織メイク。うわーそれねー出たーノーミラーメイクの動画が結構見てくれた方にとっては衝撃だったみたいで。うん、まあまあ衝撃ですよね。さらにもっとすごいのやってみたいよねっていうことで、うん、二人羽織で、こう中にいる人が前の人にメイクをしてあげる。やばいよね。だってこういうことだよ言ったら。マジでどこに顔あるか分かんないからね。そうそうやって。うん。こう見てくれてるみんなもさ、うん、こんな女子ゆうちゃん見たことないからだいぶなんか欲しがってますね。可愛い私たちも見ていただきたいので、あ、ね、まあ、他の回とのバランスを取りながら。そうだね。はい。まああとはもう一つだけもうずっとやりたいのが。うん、何？何？これもちょっと時期的に要相談になるかもしれないんですけども、うんうん、うん、何？私がやりたいのは、はい、あれか。言おうとしてたから当てるな当てるな、はい、やりたいのは大食いです。あー、大食いです。一番食わない人が言わないでほしい。私がずっと言ってたのはお寿司の大食いをやりたい、うん、あ、そんな普通に暮らしてたらなかなかできないから、うん、だからやってみたいなっていうのはあったんだけど、うん、まあ、みんなお寿司じゃなくてもいいかなと思って、うん、こうそれぞれ例えば、まあ、ゆりはラーメン。ちょっと待って、いやいや、お寿司やばい。いやいやいや、一番簡単だからね、寿司が。一個食べてもいい。お寿司が一番簡単なんだからさ。お寿司のこれだったら今の時期できるって。あ、いけるかな。まるでさ、一人でだってこう食べるじゃん。なんかコストコのお寿司どうですか。あれ結構6人前ぐらいあるから。すごい積極的に教えてくれる。ファーストフード店のやつすごく面白くない。種類もたくさんあるし、こう頭良くなっていくみたいで、やっぱただ1万円分を買うとかじゃなくて、うん、なんかこうちゃんと稼げるものを買うんだって、うん、まあ、ちゃんとお腹に溜まりすぎない企画変わってますね。1万円企画の話を感じました。大食い企画でした、はい、大食い企画でした。じゃあちょっと中江も、2つほどね、はい、ちょっと考えてきたんですけど、うん、もう中江はメンバーしてると思うんですけど、意外とゲーマーなんですよ。あー、ゲームが好き。そうで、うん、そう家でもよくいろんなゲームとかやったりしてるんですけど、うん、ほら、YouTuber の人ゲーム実況をよくやってるじゃん。あー、やってる。ゲーム実況をちょっとやりたいなと思ってて、うん、しかも結構みんな熱くなってやりそうだなと思って。うん、はいはい。燃えるタイプね。やりたいよね。やってみたい。だからちょっと、これゲーム実況はやりたいことの一つ。いいね。はい、一つです。はい。はい。そしてもう一つが、あんまりなかなか女子流があんまやってこなかった。うん。燃え。萌えキュンシチュエーション。いやーいやーって聞こえましたけど、やろうと思ったんですよ。みんなで。本当に本当に思ってる？いや、なんか違うんですよ。ね、これ、聞いてください。今から正論言いますよ。企画プレゼンって、私たちがやりたいってことだけではなくて、うん、皆さんが見たいって思うことも大事だと思うんですよね。うん、まあ、そうですね。ほら、かっこよかった。そうですね。女子流は多分結構避けて通ってきた。いや、もう YouTube も10回目行ったし、うん、もうそう、避けるんじゃなくて通らなきゃいけないと思って、そろそろ。なるほどね。うん、重い重いな重いな。すごいな。女子流は全体的にその萌えキュンシチュエーションとかいうのに対して弱いんですよね。そう。やっぱりこう、覚悟してないから、そう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 。
弱いと思うんですね。だからそこをちょっと、せっかくなんでこの YouTube でちゃんとこう強化して、いつ来ても萌えキュンシチュエーション私できますみたいにしといたら、ちょっと強いじゃん。あれなんかすごい上手だなみたいになったら得じゃん、私たちも。萌えキュンもできるのかみたいな。おー乗り気じゃないな。おー乗ってきて乗ってきて。大食い企画やらせないよ。本当に。あ、やります。じゃあやります。もう萌えキュンとかやらないと大食いさせないからね。萌えキュンやります。そう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 、やりますか。やります。はい。でも多分この中のプレゼンがきっとこれからどん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 動画でね出てくるんじゃないかなと思うので、はい、皆さんぜひちょっと予想しながらこれからもぜひ楽しみにしててください。はい。皆さんがこれやってほしいなとか、こういう女子ゆうちゃん見たいとか、あれ挑戦してほしいとかも、うん、やっぱ、あの、教えていただけると嬉しくなるのでそうだね。よかったらコメントにね、これやってほしいっていう声があったら、はい、ぜひ書いてみてください。楽しみにお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、東京女子ゆうでした。見てくれてありがとう。この動画が面白かったらいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくね。 Twitter や Instagram もやってます。